ラジオ関西。東京,東,京東京ホテイソンのラジオ変われば。 どうもこんばんばは東京ホテソンののでですす村長の正吾ですよろしくお願いいたします,ここすーさあということでこの番組は僕らの遊び場仮想の村東京ホテイソンを村民ことリスナーの皆さんと作っていく番組ですよろしくお願いいたします,しいしますということで,とことで今週も始まりましたいやいやあのー、ちょっと緊張してましてねに明日がね、うんあのー、ラランドサーヤのトークイベントラランドサーヤの六名館、ね、緊張するなよ めちゃくちゃもう家にも遊びに行った中じゃんサーヤの家にいやいやサーヤとのトークは緊張しないじゃじゃあメンツを見てよまあそうなんだよね6名かな六名のゲストとサーヤがトークすると時間で割り振っててまず1公演目が A マッソ加納さんまあまあまあ一緒にねライブやったり2公演目がランゼタイ富崎さんまあまあそれはね3公演目がテレビプロデューサーの佐久間さんまあね4公演目がそうなんだよね 岡本ズおねバンドのね岡本玲二さんでこれは久さんのね、うん、旦那さんで後公演目が、えー、我らが東京定所の勝利とよわっよわ、うん、ここに来て切り<っ>切り札を出してきたかなという感じかなで最終公演が、うんえー、性欲っていうチえ性欲さんあ東袋さん,だ<う>ごめんねですうそう書いてチンコです東袋さんだ緊張すんのよ。 まあねメンツから言ったらね確かにねなんてうのこうカルト的な人気があるさ狩野さんと国崎さんがあんじゃんはいはいはい、はい、で佐久間さん佐久間さんがいて、うん、その後に岡本玲二さんがいて、うん、その後だぜ、うん、これ俺,俺の部分盛り上がるかなっていう不安なの、ね、いやそこは盛り上げてきてよちゃんと俺はもう前乗りで福岡にいるからえふざけんなって話だよえじゃあもう7時8時には福岡ついてるのそうだからでもうあのおなかすいて。 中 s u でそれか呼ぶ子のイカをちょっと食べようかな。呼ぶ子とか言うなよお前。カモトレイジの後の称号大変だね <laughs> 頑張ってね。そんな言ったら俺も佐久間さんのユーチューブでさ、うん、お天板にやられてさ。うんいやあれめっちゃ良かったよ。いや俺いや俺もう、うん、俺見てないね。うん、もう個人的には怖くてもう死んだから。いやあれでいいのよ。いや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 ,いや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 。 お前が負負けけたたことに、ま、負けれたんだからあそこでだから、まあ、その要は、えー、とドッキリで、うん、要はグラビアアイドルの人がいて、うん、青山ひかるちゃんって人だったんだけど、うん、その人が、まあ、強すぎるエピソードを出すと、うん、そしたら芸人はそれに乗っかっても、うん、ったいエピソードを喋っちゃうのかみたいな。うんうん、でやったんだけど、うん、最終的にマジでドキュメントだったもんね。 だからタケルが書いてきたまずアンケートが弱かったっていうそうあのそれも言ってた言ってたよアンケートが弱いな、ね、あ言ってたんだうんだしあの俺からして面白い話をそうそうなあなたがしてたからいや,いやそうなんだよその、うん、人が話して俺のことを面白がってくれる話でも何もなかったんだよ本当に <laughs> 俺エピソードがないんで、本当にさ、<laughs> いやだから、だからそういうお前の。そういう部分が出たことが、一個その、素が出たわけじゃん。あ,あ、あなるほど、ね。武雄って、どうしても、こう、ま、負けれないんだよ。まあ、と、さそうね。うん、確かにね。芸的に、負けゲーができないってのが一個悩みだったじゃん。でも、その、どうしても、こう。 MC もするしこう突っかかっちゃうから突っ込みででも負けた突っ込みを突っかかるって言うなよ突っかかっちゃうんだお前、ね、で負けたことによってあ、うん、タケルってこういう一面あるんだっていうねしろべがタケルに、まあ、俺によく言うんだけど、うん、タケルさんには人間になってほしい <laughs> <laughs> だからその前のね放送とかとつながりでなるけど人に興味が人に興味がないうん、あとその全くなんだろうなあの優しくない部分があるとあるあるある、うん、そのその本当にそのなんのどなんなんだろうなほんに人が好きじゃないんだよな俺、うん、でそれが出たわけよあこいつって人間なんだやっぱ結局人間なんだなそうだから根本になんか生真面目みたいなとこが、うん あだからいやそう真面目さがいいんじゃんお前の良さじゃんでもこのさ<そ>妖怪の部分があるじゃん俺にそこの土台に乗っかった、うん、分かるよ、うん、この人に興味がない、うん、そして 愛がないデスでしょこの「デス31」をどうしていくかっていう問題をやっぱりずっと俺悩んでたんだけど結局やっぱり負けたことによって初めて負けたわけよタケルがメディアでどんどん負ければいいんだよ。負けて負けて入ればもうお前は勝ちじゃんかそしたら確かにねそうそうそういやいいんですよあれいやちょっとねあれは俺ちょっと怖くて見れなかったんだよなただよ現場すごかったよだってその後その次の日の収録が神谷匠さんと一緒で。 はははいいいめっちゃたけるよかったわ面白かったわたくみさん見てくれた見てくれたただあれだな負けすぎだなっていやいやいや見てないけど見てないから俺ちょっと見れなかった見れないとも見れないともあれ現場でマジで負けすぎたからあとやっぱその板倉さんと佐久間さんが出てきた瞬間もう頭の中であこれ全部この人らが言ってたんだって思った時にはやべ だったの。あ、このタケルの一部始終を見てる。そう、一部始終見てるし。この青山光の言葉は。この二人の言葉だ。って思った時に。あ、あ、そう思われてんだっていう。いや、ボロカスだったね。いや、全然、全然大丈夫ですよ。いや、面白かったけど。いや、で、あれ面白かった、本当に。ちょっとね。うん。だ、正午にも負けは見せてほしいよね。あ、だから。その。シーンの収録。俺負けたよ。あ、なるほどね。俺が、その、まあ、大喜利するみたいな人ね。はい、はい、はい。で。 俺の大喜利が、まあ、めっちゃ受けたのよ。あ,あ、良かったってことね。ね良かったんだけど、うん、なんか、あのね、良すぎたみたいな。はい,はいはい。えー、他の人は大喜利もやんだけど、それ以外の部分で、なんか跳、はねどころを。でも、俺はシンプルに大喜利として、ずっと、ね、強いのを出せれたのよ。はい,はい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 。それ、たくみさんが、お前なんか大喜利めっちゃ受けてるけど、あんまは、はねてねえなって言われて。え、<laughs> どういうこと。え、だから、その。<laughs> クリンさささんんんととかかトム・ブラウので「ショうゴ大喜利面白いけどあんまこの収録跳ねてねえな」みたいなああなるほどね、うん、そのみんなそのその場の空気に乗せてなんかやってるけどやってんだけどシンプルに大喜利強えなみたいなそっから俺が変な感じになってなんか大喜利をしないみたいなあはははいはいはい、はい、変なボケするみたいなはいはい、はい、まあだからいいよねやっぱその知ってる先輩方がいるっていうのはうむちゃくちゃやりやすいよね 佐久間さんいてあーまあそっかそんなやつ <laughs> あ佐久間さんもいて佐久間さんもた武雄の件があったからかそういういじりをしてくれてあーなるほどねで結果なんか俺で終わるみたいな感じああそれめちゃくちゃいいじゃんそれだから良かったのよそれだからまあ放送はまだってことでしょうまだだけどうん良かった良かったまあだから佐久間さん系のやつだよね、うん、だから同じ時期に二人負けた佐久間さんにうん <laughs> <laughs> よかった。よかった。あいつはつええな。いや、ラジオすごい面白かったね。本当に。東京ホテイソンのラジオ河原版。さあ、お送りしています。東京ホテイソンのラジオ河原版。先週の放送でですね。この番組が一人の芸人を救ったっていう話をしたんですよ。はい、もう、もちろん、あの、救いました。そう、救ったという。たで、その救った張本人に。救われた。救われた張本人ですね。に、今日来ていただきました。自己紹介をお願いします。 こんにちは伊西山ですお願いしますはいということで元いいねの伊西山ですよろしくお願いしますヘラ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 とお前おい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 なんか見てるやつなんで聞けよなんで見てよそっか聞いてるやつなんであのちょっとまあ軽く説明するとまあもうラジオでも何回も喋ってるんで聞いてる人はわかると思うんですが初めて聞く人はわかんないと思うんですがえまあ要は正午の軍団があって正午軍団の一人で元 えー、グレープカンパニーでね、はい、で元いいねっていうコンビの伊佐山っていう男、はい、この男がちょっとねちょっとポンコツだったりとかちょっとなんか、まあ、変わってる変わってる,変わってる人なんですよあの元パティシエでその事務所ライブにあの差し入れがいるってなって、うん、そのバケツプリンを作って持ってきたりとか、うん、<laughs> ねいろいろちょっとそういうちょっと天然なパティシエ何日で辞めたか知ってるでそれは 2, 年とかやっったんんででしょ <laughs> 5日です5日日すす教えてます1日目なんだっけ 1日目入社式で2日目お休みいただいてはいや休みもらうの休みもらうのはいやお前3日目に初日ですああだからまあ出勤ねはい4日目に辞めるって決めて二日目に辞めますお前1日しか働いてねえのか普通2日働いてましたよいやうるせえどっちも一緒だろお前んだかなんだあのあれがつらかったんだよなあの混ぜんのがつらく何がつらかったんだっけパティシエは銀色の なんかビー,ビーズみたいなあだから食べれるやつねあ上にパラパラってするあれをなんかすごいみんなこぼすんですよあまあそれはね、うん、落とすわな、うん、ちっちゃいからそれをちりとりでその掃除するのがすごい辛くて、うん、それでやめました <laughs> お前何もできねえぞ <laughs> そんなんが辛かったら <laughs> でもこう見えてバイトはすごいのよ あ、だからいろいろできるんだ。あ、そうですバイトは。もうバイトリーダーになったりとかね。そうです。もう、あの、怒られたくないんで。あ、だから、そういうのはできるんだね。だから、その、ど、全部ドラマの影響で、バイトするの。だから、パティシエもあれだよね。なんだっけ。あの、松潤の映画。あ、ドラマだっけ。そうです。失恋ショコラティエ。あ、はい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 。あれ見て、パティシエやろうと思った。そう。そうなんだ。あと、なんかあったよね。その、あともう全部ですね。全部か。百個ぐらい全部ドラマ。て 他,他は他はえっとウォーターサーバーのコールセンターのドラマなんてあったあの亀梨くんとヤマピーの,あの「僕運命の人です」っていうドラマで亀梨くんがウォーターサーバーの 会社で働いてたんですよへえ、そうなんだそのドラマが終わったらバイトも辞めるなすげえなお前お前やばいって面接絶対受かるのでそっかだからもう意欲はすごいからはいやりたい気持ちすごいのよこいちょっと伊勢山ってちょっと変わってるやつでちょっとまあ先週いろいろ喋ってもう解散してとかちょっと今週呼ばなきゃってことね呼ばないですよねありがとうございますお前いくつ今 今二十六になりました二十六で髪の剃り残しだけはつけような <laughs> <え>本当ですかここにあ,あ、前髪があるねに<え>フォルムで言ったら坊主なんですよいやそうよ坊主なんですけど明らかに剃り残しがあるな <laughs> ちょっとあの伊勢山の剃り残しが見たい方はアプリで見せますでアプリで剃 <laughs> り残ってるな完全に、うんまあ、今日ちょっと気合い入れて剃ってきたんですけどああ あの、やっちゃいましたね。やっちゃいましたね。毎週聞いてくれてんだよね。聞い,聞いてます。聞いてます。というか、だ、誰を見て現地目指そうと思ったんだっけ。誰を見て。二<う>、うん、人、二人いるじゃん。見てるメディアが少ないのよ。あ、そあ<ー>メディアだあ。 はもうホテイソンさんとあとヘズマリュウさんむちゃくちゃだってお前お前一緒だと思ってるのむちゃくちゃかお前でも気づいたらその二つになってます気づいたらその二人ってなんだよ残ったんだよその2つだったんだでももうヘズマリュウいないのでチャンネルもうホテイソンさんだけですいや誇り高きことではねえよ本当に誇り高きことではないってお前の中に残ってる困ったろタケルこれだぜ飲んでても 飲んでてもこれなのね。だからすごいよね。だからね、伊沢山はね。うん、だからまあ、先週の方さ聞いた。聞きましたもちろん。あのだから俺たちがのラジオで伊沢山面白いからな芸人続けてほしいなでその続けたっていうのはそれ本当なのそれ。これはもう本当です。もう本当にちょっと迷ってたんですけど。うん、えそれはいいね。の時まだ。あもう解散した時にいたち,からちょっとどうしようかなもう無理かなと思った時に。 聞いて、うん、お二人がすごいあの言葉くださって、不安、うん、も、ちょっと、もうちょっと頑張ろうって思いましす。だから、俺、そこなんだよ、お二人がって言ってるけど、<笑><笑>言い始めたのは俺なんだよね。その伊勢山は、<あ>面白いから、芸人続けた方がいいっていうのを言い出したな、俺。言い出したな、俺で、正午には連絡が行ったらしいな。なんかそのうん <laughs> ありがとうございます。<laughs> 頑張ります。みたいなたけるさんありがとうございます。いや今じゃないんだって。<laughs> 俺の方に見るか line とか <laughs> お前からお前からの最終ラインなんだ。<あ>伊佐山の最終ラインはなんだろうな。でもまああれじゃない？あのー、お世話になりました。じゃない？さすがにね。だいぶ後ろの方か。 か <laughs> ってる感じか <laughs> いやもう俺からの俺から送ってるやつだもん <laughs> <laughs> YouTube の企画でああにツッコミ考えてもらってもらったこれも俺マジで意味わかんないの,の YouTube の企画でその要はいろんな人にツッコミを考えてもらって俺のツッコミがどれかっていうの正省吾が当てるっていう企画をやった時に要はボケとして「アイスコーヒーください」。 ええ、かしこまりましたってょうがね。で、それでは、お会計が四億八千万です。いいや。ですよ。みんなはなんか、かいじのなんとか。ビヨンセの初人。初人きとか、なんか。送ってくるのも。すごいよ。じゃ、四億八千万です。だけ言ってくるの。てか、いや、お前が読め、そしたら。はい、なんで送ってましたっけ。あ、わかりました。はい。お疲れ様です。 <え>全部 LINE を読もうとするなよ。だ <laughs> <れ>だけを読めおおお前の,お前のお疲れ様でですすすかからいいいいんだってあれあここそそうそう会計は4億8万円になりますいや カフェイン中毒双子の郷ひろみのご来店かぁむちゃくちゃよ本当に何を言い出したなな何この日本語 <laughs> カフェイン中毒双子の郷ひろみのご来店かこれでお願いしますじゃねえんだよ俺思ったのが2億4000万だからだろう。あすごいそうですで それが双子になってんの。そうです。かける二で双子になるので、うんうん。カフェイン中毒双子のアイスコーヒーがそんだけ高いとカフェイン中毒双子の。ああ、そうです。そうです。うわ、ありがとうございます。ゴーヒロミでも一人だからね、双子じゃないからね。あ、でも、そんなにちゃんと。 考えるとよくわかんないねちゃんと考えろ先輩の youtube ヘズマリュー残りし俺らの俺らが残った方なんだよそれは事実ってことでいいなんで俺には連絡しなかったいや本当にすっかりそっかりです本当にすっかりそっかりてすいません忘れてた忘れでも直接言えてよかったです今日ありがとうございますこいつマジで直接言えを与えたの俺らのしね違う違う聞けてよかったじゃんありがとうって言葉が そんな長い期間何も言われてなかった。言われなくていいよ、うん。逆に感謝しなさいよ。い<や><前>感謝しないって。山にあり,ありがとうございます。ありがとうだよ。本当に。あと聞き間違えよ。うん、あの俺がさ正午にさ誕生日にビールを送ったっていうのさ。はいはいはい聞きました。なんなんなんて間違えたんだっけ？あのタケルさんが、うん、正午さんから誕生日にもらったコーラの瓶で、あの誕生日なのに。 正吾さんの頭を殴って <laughs> 誕生日にビールを送ったをコーラの瓶で殴ったって聞き間違えたのあれどうしてよ勲山いじゃないか <laughs> でも似たような話でしたよね<も>全然違うわ <laughs> 違です。<laughs> ビールとコーラも違ければ <laughs>、はい、殴ってないのよこの瓶でバーンって <laughs> 結構そういうのあって <laughs> あ他にもある聞き間違い的なやつ <laughs> なんか聞き間違いじゃないんですけど、うん、なんか その内容が理解できなくて一回で<ー>あ、で言われたことがすぐ頭の中入ってこないんだうんそうなんです <laughs> なんで 僕チャーリーとチョコレート工場好きなんですけど面白いよ言ってたねそりゃ1 0回ぐらい見てんですよ今まで200回ぐらい見たかなでももういまいちまだよくわかんないあれ一回でわかる映画なんだよなんかちゃんと難しいじゃないですかあれめちゃくちゃ一回でわかる映画だからじゃあ伊沢山から見てチャーリーとチョコレート工場どういう話なのよまあ簡単にまとめるとええっと金のチケットを手に入れて最後すごいよく終わりますめちゃくちゃだなこいつ200回にはテネットなんだってテネット テネット<え>こいつ分かってねえなーテネット知らないツっコミがわかんねーこいつはモルモットみたいなやつですかちげーわテネットって映画があんのでもテネットって映画本当に何回か見ないとそれわかんないのへ、はいえー、チャーリーとチョコレートコーチすぐわかるっていやもう人物も多いんですよすごいそ,そうだろう映画だから <laughs> あじゃあいつわかるあのー、噛み続けてるの名前わかるあ、うんぱるんぱうんぱるんぱそれ分かんのうんぱるんぱ好きです一番 アウンパルンパーキャラクターとして好きア、ね、ウンパルンパーはい。うん。やっちゃいと直接こう内容はわからないんだ。内容もうちょっとででもいけそうですね。<笑><笑>200回目で。まあもうちょっと指導しろって。何が？<laughs> 伊佐山を。いや最終形態だよこれ。じゃじゃじゃもうの話にしすぎ。いやいや。<laughs> 野放ししてないよな。本当に買っていただいてますね。の話してるって。これが伊佐山だから。成長した方。です成長した方だよな伊佐山な。成長してない。育てていただきました。な喋れるようになったもんなちゃんとな。そうですね。伊佐山おいてから。もうちょっともうちょっとやっぱり。何を？教えない何が不満なんだ伊佐山の。もうだって意味がわからない。いやわかるだよ。そんな見る映画じゃない。二百回見てわかる映画だったんだゃな伊佐山にはな。いいですね曲も好きですね。あどんな曲だ。 えっと急に言われるとなんでだよお前200回見てんじゃねえのかよ200回見てたらさ残るじゃん頭の200回も2001回目なんだよねドリカムだよね1万1回目には何か叶うかもしれないってことだよな分かってねえやつの何度でも母親のうだったもんね母親がなだめる時の何度でも知らないドリカムすいません分かんないドリカム知らないドリカムは知てます でもその何度でも何度でも何度でも立ち上がりっていうああ好きです好きです好きじゃなえかい好きじゃねえそんなやつ好きじゃない好きじゃお前趣味なんなの趣味はディズニーとサウナですあそっかディズニー好きないやほらこいつとサウナ行くんしんどいタケルサウナだろマジでやだなサウナなえどれぐらい好きなのサンセットやったりとかする感じサンセットもしますし週に本当四五回行きますもうタケル自体 いやおちょっ一回って話っ作ってきてなんかちょっと聞きたいじゃない二人のさいやちょっとでも伊沢はやっぱすごいねうん,うん伊沢山すごいでなんでし新しいやり方決まったんだよねあ決まりましたおかげさまでうんありがとうございますでねめちゃくちゃね絵がうまいのそうなんです漫画家ぐらい絵うまいな、はい、本当になんで,なん,でなんかやってんのその人は いやあのー、趣味で漫画とか書いてて、うん、あそうなんだそしてそれをしょうごさんに言ったんですよこの前ご飯連れてっていただいた時に、うん、何,何を奢ってくれたえっともうすごいなんか高いものいっぱい何<の>どな,んなんていうとこ行ったのうわえっと渋谷の八階です

してさせていただいたら絵が上手いんですって、うん、それをなんかもうすごいアドバイスくださって、うん、あ絵が上手いことに対してそれではい、ネタにしたらいいんじゃないっていうあだかフリップ芸的なことそう,そ,うそ,うそうしたらいいじゃないっていうアドバイスしたよ、うん、で相方と話し合って、うん、あの一本できましたおおすげえなんで本当にもうすべて何から何までちょっと翔子さんにお世話になってますねいやいや嬉しい、えー、そのネタは面白い <laughs> いやまだあの人までやってないんです。 あ、これから。作っただけだ。はい。ちょっとライブかけてよ。ちょっともういっぱいかけて、ちょっといつか見ていただけるように。これででもさ、a. B. C. とかさ、入ったらね、いやもう、嬉しい、泣くわ、そしたら。ね、嬉しいよ、こっちは。頑張ります。総合軍団のね。これもやっぱ変だな、お前。頑張ります。だから、まあ、今じゃ、その新しいコンビで。事務所はどうするの。事務所は。まだ相方が、東京にいないので。 仙台人の今相方あはいなるほどそっかいいねももともと仙台だったもんねそうです地元が仙台なのででもうちょっと上京してくるのでだから地元のやつと次ももう一回やろうってなったそうです一応前の相方でいいねの前の相方だったのでその子がああそうなのはい元さやってこと元さやなんですよえったのコンビ名は前の時のやつでなんてコンビ また見たなっていういや本当にそのままだでかじゃじゃじゃそのまんまじだってその当時見てた人からしたら今回組んでみたらまた見たなじゃあ本当にえすごい伏線いやお前が貼ったやつなのすげえまた見たなってその当時のファンの人に言われるってなんでまた見たなにしたのいやわかんない怖くないなんかまた見たなみたいなトンってことそれとも漢字ひらがなカタカナですまた見たなってはい。 ままた見たたたた見見なななででややっってててんでそうやってつけたの、ま、た見たななんか「いいね」とかさ「また見たな」とかさ、うん、なんかその何そのしなんていうの通常使う言葉だから「いいね」はさ Twitter とか Facebook であるじゃん「いいね」みたいなそっから撮ったの、うん、また見たなもいや違います何から撮ったのいや僕が100個ぐらいバーって書いたのを、うん、あの相方が指さして選んだって感じです「また見たな」以外は何か幼稚園1.5倍っていうのと悩んでました。<laughs> <laughs> いやでもいいな。それどういうこと幼稚園行って幼稚園生と小学一年生の間ぐらいの、うんはい、なんていうのその一緒ですよみたいなことですよ。幼稚園わかんない,んないってなんでお前が考えたのに。幼稚園1.5倍に。 そうまた見たなでもらって,てまた見たな読んまあまあまあ、まあ、それだったらまた見たなじゃあまた見たなで,でもう一回活動するわけねはいちょっとおかげさまでしますカタカナでまたツイッターとか検索したら出てくるまた見たなまだ多分出てこないので,でまた見たなを伊沢山にしないと もうツイッターとかフェイスブックもあいいんですかだってもうこれラジオ聞いて当たり前だろなんで俺らに許可がいるんだこれラジオ聞いてる人がまたみたいなこれも自己紹介はもうまた見たなの伊佐山ですっていうないとじゃちょっとやらせていただきますやそう本当にじゃ今日来ていただきました自己紹介お願いしますまた見たなの伊佐山ですヘラヘラすんなこいつまた見たなのまた見たらいやいいですねちょっとシンプルに2個聞きたいのがその 飯食い行った時の正午とか、どんな感じなの?<や>。これだけ最後ちょっと教えて。うんうん、ちょっといいねの話じゃないけど。正午さん、本当に、うん、あのー、めちゃめちゃ優しいし。うん、イケメンなんですけど。うん、あのー、コーラ、僕飲んでたんですけど。うん、あ、お酒飲めないか。うん、あ、そうです。お酒あんまり強くないので、コーラ飲んでたら。うんうんうん 僕のコーラが半分になったら、うん、もうすぐ新しいコーラ頼んでくれてるんです <laughs> マジで全然な話じゃないかお前いい話だないい話だな全然良くない僕がやらないといけないじゃないですか普通まあ基本的にね先輩の見るうん、うん、やるっていうね、うん、気づいたらもう新しいコーラがあるんですよそう翔吾が頼んでくれてんだ翔吾さんがこっそりタッチパネルで頼んでくださってて嬉しい嬉しいです <laughs> <laughs> すごいですよ。もうちょっとちゃんとしないと。嘘でもいいんだよ。嘘でもいいから、なんか俺の悪口でもいいのよ。そう、なんかその。酒癖悪いとか。ああ、でもトイレは長かったです。ねこれじゃないんだよ。家飲みしてんじゃないんだから。別にいいだろ、トイレ長いから。トイレ長かったですよ。ねっですか広たえ、そのショーはさ、ボケてくんのあでも全然ボケられてはいなかったです。あ、ボケてないの磯山の前ではボケない。 はいだから突っ込めないから突っ込めないからなるほどね伊沢山にボケたらもういやだからだからこう野放しに生きるんじゃん伊沢山だからもうちょっとお前がちょちょボケてあげて正吾で突っ込めるかで今後今それでよかったら今後飲み会でもそういう関係性になりゃいいじゃんああ確かにねえー嬉しいうん伊沢山さあこんだけ髪長いとシャンプー大変だろう。いいや リンスインシャンプーだよ。<laughs> ダメだ、こいつは。<laughs> こいつはダメだ。最高です、ね。<laughs> すごいね、やっぱり。面白い。すごいだろいや、ちょっとね、あのー、<laughs> もうお時間ということで、ちょっといろいろ聞いたんですが、はい、ちょっと、あの、伊勢山のことをもうちょっとね。深く掘ろうということで、アプリの方でも、ちょっといろいろお話を聞いていきます。はい、よろしくお願いします。いますということで、えー、番組にはこの後エンディングまで、お付き合いいただきます。よろしくお願いします。 ついに俺たちの公式アプリ東京ホテイソンがリリースされたぞアプリでは過去の番組アーカイブや有料会員限定だけが見れる特別な動画も見れるらしいぞええー、そうなのかどんな動画がアップされてるかちょっとだけ教えてよえーとねうどんの背景に右下からうどんの具たちが踊りながらやってくる映像い,いやうどんスープの CM 東京ホテイソン公式アプリ「東京ホテイソン」各種アプリストアで公開中,公公開中さあお送りしてきました東京ホテイソンのラジオ河原版そろそろお別れのお時間です、はい、え先ほど紹介させていただきましたジングルはラジオネームマイマイさんからのメールでしたありがとうございました<ー>ということでえ今週終わりましたがどうでしたか竹雄サウナこれは、まあ、いだまだまだこれはこれ約束 これは約束ですもうサウナに行ってくださいいやさあこいつと一回それそれはもう命令ですこれは行ってくださいわかりました伊沢山と伊沢山とで伊沢一回行こうえー嬉しい共通の趣味があるってことは今まで先輩でないもんな共通の趣味がある先輩と遊んでないです野良なだけでショウ以外に仲いい先輩いんのあポーンループの鈴木さんですもう変なのとつるうな本当だよいいじゃないかねつるな。 さあということでここで告知でございます、えー、僕たち東京ホテイソンの公式アプリ東京ホテイソンがアップストア g o o g l e play でダウンロードできます過去の番組アーカイブや有料会員限定の特別な動画やコンテンツを公開しておりますまたこの番組は各種ポッドキャストプラットフォームで聞くこともできますお好きな方法でお聴きください、はい、そしてこの番組は村民の皆様からのメールをお待ちしております全てのメールの宛先はこちら アドホテイアット JOCR ドット JPHOTEI アット JOCR ドット JP まで送ってきてくださいよろしくお願いいたします。はーいということでね、いつも頑張ってありがとうございます。ねえ、正午あ明日ね、ライブですからもう完売してるのか、はい、完売してるからちょっとまあその話も、うんえー、再来週ぐらいにできたらなとちょっとなんか岡本礼二さんとさ、入りすれ違うわけでしょ、うん、なんか話作ってきて岡本,岡本さん、岡本礼二さんすれ違いで,あすれ違いで あ今その足音ファノシャープっていうわいやじゃじゃじゃそれやめて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 それはやめてそれはそれやめてそれじゃなそれそれじゃない普通になんかエピソード作ってきてくれればいいからそんなそんなそんなことはやめて嫌われるから嫌われるちょっとなんか普通にちょっと全質的なとこであの曲好きですはいはいかちょっと期待してちょっとちょっと話作ってわかりましたごめんえじゃ最後 あのいつもお決まりで自己紹介した後正午が適当なこと言って突っ込むってやつがある、ね、あ<ー>聞きますそれちょっと今日伊勢山に頼むよいいんですか最後じゃあ伊勢山締めていただきましょう,、はい、と,ういということでここまでのお相手は東京オテイソンの正午と竹とまた見たなの伊勢山でしたマロッパ。え美味しそうなにそれ <laughs> <laughs> ツっコミじゃねーよ皆さんまた来週です